皆さんこんにちは、せいかです。今日はズーシーのねメイクを使って春のねピンクメイクをやっていこうかなと思います。まあピンクはねちょっとね甘めになったりとかしすぎちゃうかなと思うんですけど、私の中でまあ可愛いは絶対なんですけど、ちょっと大人っぽいピンクメイクをねご紹介できたらいいかなと思います。まずはパールのカラーベースを使って顔のくすみを飛ばしていきます。この全体的にあの紫塗っちゃうと結構顔真っ白くなっちゃって、あの意外と顔がでかく見えちゃうから、この頬とおでこちょっと明るく見せたい場所に塗っていきます。である程度伸ばしたらスポンジでちょっと均一に伸ばしていきます。紫は色が黒かったりとかちょっと何顔にくすみがある人は紫を塗ってあげた方がいいみたい。ちょっとズーシーねパウダーとあのコンシーラーがないので、それはちょっと自分ので使おうと思います。ベースはこんな感じで出来上がりました。やっぱり紫を下地に入れてあげることによって顔がね結構トーンアップするかなと思います。次はペンシルで眉毛を描いていきます。ズーシーの眉毛ペンシルって若干ちょっと重いんだよね。でもその重さが意外と眉毛描きやすい。ちょっとチャイボーグ要素も入れたいなと思うので、眉毛は少しちょっと細めにしっかりめに描いていこうと思います。でこれ反対側にこうやってブラシがついてるから眉頭もしっかり簡単にぼかすことができます。眉毛こんな感じかな。こっちもちょっと描いていきます。完成しました。こんな感じ。若干ちょっと今日光、家の光が強すぎて眉毛の色ちょっと違う風に見えると思うんですけど、まあ実際見るといい感じ。めっちゃねこの眉毛ペンシル超描きやすい。次はアイシャドウです。パレットの見た目も可愛いのはもちろんなんだけど、シャドウの色合いと特にこのラメが大粒でめちゃめちゃ可愛かったです。太陽と猫ちゃん2つパレットがあるんだけど、まあ、今回は春ピンクメイクをねしていきたいから、こっちの太陽のパレットピンク系がたくさん入っているので、こっちのパレットを使って目元を作っていきます。その前にちょっとねノーズシャドウも入れていきます。であとね、私めっちゃ感動したのがこの筆めっちゃ可愛くない？開けた瞬間やばって思ったんだけど、ベビーピンクみたいな色合いの筆なんだけど超気持ちくて、今まで100均の筆使ってたんだけど、まあ100均は100均の筆でもいいんだけどやっぱ違うなって思った。この筆は7本セット入ってます。もうこれを置いとくだけでも超可愛いよね。筆ってテンション上がるなと思った。斜めなブラシを使ってノーズシャドウ入れていきます。鼻根にしっかり入れてあげます。しっかり顔の骨格は作っていきます。これ入れるだけでもめっちゃ鼻高く見えるし顔の印象も変わってくるので、ナチュラルだけどしっかり入れてあげます。こんな感じでノーズシャドウを入れてあげました。で次は目元を作っていくんだけど、ベースの色を先に塗っていきます。ベースとしてね入れてあげます。ちょっと薄くアイホール全体に塗ってあげます。こんな感じで若干ちょっとアイホールにベースのブラウンを仕込ませてあげます。その上からピンクのねアイシャドウとかグラデーションしていきます。そうすることによってイエベの子でもピンクシャドウをね使ってね簡単にメイクすることができると思います。でそしたらピンクのアイシャドウをテンションが柔らかい筆にとってでアイホール全体に入れていきます。柔らかく優しくぼかしながら入れます。こういう柔らかい筆でくるくるくるってぼかすと簡単にぼかすことができるから、カラーメイク使うときはこういうテンションが柔らかい筆でぼかしてあげるのが一番ベストだと思う。はい、こんな感じで両目にねピンクのアイシャドウをアイホールに入れてあげました。うん、結構こうやって遠目から見た感じでもあピンクが入ってるなっていう感じはねわかるかなと思います。目の下にもアイシャドウを入れていきます。これも
目尻から目頭囲みで入れてあげます。はい、こんな感じで囲みで入れてあげました。ズーシーはラメもめちゃくちゃ可愛いから、ラメも目の下の黒目の下に入れていこうと思います。こんな感じ。めっちゃ可愛くない？このラメすっごいキラキラなの。ちょっと目がうるっと、涙袋もねぷっくりしたと思います。で、次はねマスカラやっていきます。今回はグレー系のマスカラを使って目元を締めていきます。こんな感じ。結構ね優しいまつげにしてくれるかなと思います。どうしても黒だとなんか浮いちゃうんだよね。こんな感じで、最近はちょっと目の下にも軽くねまつげを塗るのにハマってるので、ちょっとだけ塗っていきます。やっぱりね、下まつげを塗れば目の縦幅って変わってくるなと思ったし、最近結構雑誌とかでも下まつげ塗ることが増えてるから、なんかちょっと流行ってるのかなっていうのはあるね。こんな感じでマスカラ塗りました。めっちゃいい感じだよね。で、やっぱりどうしてもまつげをね結構バッサリ上げているので、このまつげと目の際を埋めていきます。アイライナーも同じくグレー系を使って目元に統一感を出していきます。こんな感じ。やっぱりインラインを入れてあげることによって目元のね統一感も出るかなと思います。あのね、アイラインも引いてもいいかなと思ったんだけど、まあ結構目元ピンクだしラメ入れてるし、ここでねアイラインをなんかピッて引くと、まあ、ちょっと抜け感もなくなって、うん、いまいちかなと思うので、目元はねこれで完成です。次は少しパールが入っているハイライトを使います。もうねこれもさすが中国コスメだなと思ったのが、このハイライトねめっちゃすごいんだよね。ツヤツヤになりそう。磨き上げるようにハイライト入れていこうと思います。あ、でも思ったよりつけるとそこまでギラつきが少ない気がする。あ、使いやすい。あ、すごい、めっちゃ発光するね。いい感じ。すごい、鼻先が一番わかりやすいかも。あ、使いやすい使いやすい、めっちゃ可愛い。ちょっとねみずみずしい感じにしてくれるハイライトだね。超可愛い。この発光すごくない？めっちゃ可愛い。この発光やばいわ。はい、次はリップです。まず最初にマット系のリップを塗っていきます。赤すぎなくてピンクすぎなくて優しめなピンクっていう色かな。これねイエベの子でも似合うと思う。結構ねマット、めっちゃ可愛い。ちょっと唇の素の色に近いような色のピンクが私すっごい好きで、これはねほんと可愛い。次はグロスでツヤを足していきます。4色ともね可愛いんですが、今回はツヤっと輝きが欲しいので04番をチョイスします。ちょっとグロスを塗って売るみたいな感じ。ちょっとねやっぱグロスを塗ってあげることでヌーディー感も出ると思うから、結構ね大人っぽい印象にしてくれるかなと思います。こうやって最後にトータルバランスを見た時に若干ね眉毛薄いかなと思うから、少し足していこうかな。こんな感じかな。最後の仕上げにメイクキープスプレーを使います。マットタイプとラメ入りツヤタイプ2つあるんですが、今回はこのラメ入りツヤタイプを使います。ポイントとしてはこうやって近くプシュってやるとびしょびしょになっちゃうから、こうやってちょっとくぐるっていう感じ乾かすってやった方が顔びしょびしょになんなくて、まあもともと霧はねこんな感じで、あのね細かいんだけど、さすがに細かかったとしても顔にこう直接近いところでプシャってやるとびしょびしょになっちゃうから、ちょっとこうファッてやってくぐらせるっていう感じの方がおすすめ。うん、
こんな感じでメイク完成です。でこの後ちょっとエステ行ったりとか、あの買い物行ったりとか、まあ、1日ね過ごして、最後にあのメイク崩れどんな感じっていうのかもね、あのご紹介したいなと思うので、ちょっとお出かけに行っていきたいと思います。ただいま。いろいろね予定を済まして帰ってきたんですけど、まあ、気になるマスクの状況は、まあ、リップはねしょうがないかなって思うんだけど、ベースだったりとか、一番はねこの二重幅のアイシャドウがたまらない。時間が経つとアイシャドウって二重幅にたまったりするじゃないですか。だから私はいつも指でこうなじませて、あの溜まってる部分を取るようにしてるんだけど、今回はそれがないなっていう印象でした。このメイクキープスプレーを使ってるから、まあ、よりね落ちにくいなっていうのはあるけど、基本的にズーシーのメイクアイテムは肌にこうピタッと密着してくれる感じがあるから、うん、全体的に落ちにくいなっていう風には思いました。しっかりこの肌のツヤとかも落ちてないし、うん、結構しかも今回は一回もメイク直しはしてないので、それでこのぐらいにキープできるのは楽だなと思うし、いいなって思いました。あとズーシーからクレンジングも登場していて使ってみたんですけど、テクスチャーがねこう柔らかくてバームみたいな感じで、手のね温度でなんかオイルっぽく変わるんですけど、しっかりメイクを落としてくれてね、これね最近使ったクレンジングの中でね一番良かったなと思いました。本当におすすめ。はい、こんな感じで私の春のピンクメイクをねご紹介させていただきました。とっても簡単だし、もうねアイシャドウパレットとか見てるだけで超可愛いし、気分も上がるし、こういうコスメでねメイクできてとっても良かったなと思います。ぜひ皆さん参考にしていただけたら嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。